グッドモーニング YouTube。今日は女子医大の吉田先生、慢性心不全と GLS についてお願いします。よろしくお願いします。今回、心不全と慢性心不全との GLS というところで、ストレインは歪みというところで、ちょっとこの画像を持ってこさせていただきました。で、いわゆるストレインというのは、組織の変形とか歪みというのを示していて、ストレインレートはその変化率を表す言葉になります。で、心筋ストレインというのは、その局所心筋の速度情報から求められるもので、その局所心筋の変形を表す指標と言われています。で、一新周期における、局所心筋の収縮、拡張が評価可能な指標になっています。で、もともとその使われている EF だったり、いわゆる心エコーのパラメータというのは心臓全体を見ているものなんですけど、そのいわゆる局所を見ているのがストレインというふうに言われていて、この画像、なかなか見慣れないかと思うんですけど、ストレインの解析画像になります。で、ストレイン成分っていうのは、3つのストレイン成分からできていて、いわゆるこの壁構、厚さを見るラディアルストレインで、円周方向を見ているサーカムフレンシャルストレインと、あとは長軸方向を見ているロンジチューディナルストレインというこの3つのストレイン成分があって、で、このラディアルストレインに関してはこの壁構を見ているので、収縮期には壁構は増加するので、いわゆる正の値で示されています。一方で、このサーカムフレンシャルストレインとロンジチューディナルストレインに関しては、収縮期に、長軸だったり内径方向には縮むので、値としては負の値で出てきます。で、絶対値としていい悪いとか示されることもありますし、ちょっと今回の論文に関しては、いわゆる、マイナスの数値で、表記されてますけど、いろいろその表記の仕方はいろいろになります。これはオートマティックに値は出てくるんですよね。そうです。いわゆる画像にポチポチ自分たちで解析を加えてやると自動で出てきます。賢者間の差っていうのは大きくないんですか？それはですね、そこが多分これの問題っていうか、まず画像がきれいに出ないとダメなんですよね。なるほど。わだかりかまらやる人の腕っていうところはあると思いあまるのす。ね。はい。はい。で、今回お話しするのはこのロンジチューディナルストレイン、グローバルロンジチューディナルストレインで GLS というふうに言われています。この話になります。一応、過去30年間に新規に発症した心不全のうち、大体、ここ10年、ペフの割合が増えてきているのが、今の状況で、これ日本から発表されたものになるんですけど、心不全を発症するうちの約30%はヘフペフ、EF が正常というふうに報告されています。で、これ、すいません、なんか出てきちゃったけど、いいや。心不全、正常心不全、正常心機能の心不全の原因としては、拡張不全が考えられてきましたけど、でも様々な研究が進むにつれて、拡張不全以外にも、心房の機能だったり、いわゆる目に見えてない収縮不全があったり、右心機能だったりとかっていう、いろんな因子が、そのヘフペフ、EF が正常な人の心不全に関与してるんではないかなというふうなことも、考えられるようになってきました。で、ヘフペフの症例でも、左室収縮のが全く正常っていうわけではなくで、その微細な収縮のを検出するのに有効なのが GLS というふうに考えられています。で、実際その、HHD、いわゆるヘフペフの原因としてよく言われるのは高血圧とかも言われてますので、HHD とヘフペフと、あと、対象群と、で、GLS と EF の間に差があるかないかっていうのを、見られた報告なんですけど、まず HHD とヘフペフを比較すると、こっちの上の数字はもう絶対値なので GLS がこの2群間では2.8%差があって、変化率っていうか割合としては GLS の正常値というか値が10、平均が18.3%なので約15%の差がありましたよっていうところで、ただ EF に関しては EF60% ぐらいが平均値だったので約違いとしては1.6%ぐらいの違いで、この2群間に関しては GLS は優位差がありましたけど、EF に関しては特に2群間では差が認められなかったというところですね。これ HHD の定義って何ですか？定義、高血圧性心疾患だけど、心不全は発症してないっていう。高血圧性心疾患だっ難ていうしいですよね。難しいよね。そうですね。うん、はい。すいません。で、対象群とヘフペフの2群間で比べると、JLS、両方とも JLS も EF も、優位差あって、
まあ、違いがあるっていうふうには出てるんですけれども、JLS としては違いは 21% に対して EF は 3.7% と、まあ、若干の違いしかないっていうところで、やはり EF では区別できない収縮障害を JLS では検出ができているんじゃないかというふうに考えられて報告された論文になります。血管転帰を予測するかどうかを見た、これは報告になるんですけれども、その報告の中で、HEF-PEF の中の 52%、まあ、PEF って基本 EF いいはずなんだけど、52% は JLS が低下している症例があって、で、JLS が低下するごとに、やはりこっちが低下する方向になるんですけれども、イベントリスクは上がるというふうな結果で、ただ一方で、ここに記載してないんですけど、EF 自体を予後予測には関連しないというふうな結果で、というふうな結果でした。なので JLS の低下は、まあ、心不全入院だったり心血管腫っていうそういうイベントに関しての予測因子、独立した予測因子というふうな報告も出ています。これ EF と GLS が乖離してる人ですよね。だから、そうです、そうです。右側の人たちは。まあ、これっていうのは、この、EFGLS の他に何かこう臨床的に差があるってことはもう言われてるんですか？もうごめんなさい。臨床的に例えば 年齢とか性別とかで、はい、まあそういうバックグラウンドに差がありそうだってことは報告はされてるんですか？GLS の中でですか？ GLS と EF に乖離がある人。いや、乖離が、そのですね、乖離があるとかないとかっていうところもまだ議論されてるところも確かにあるんですよね。わかりました。はい。で、レフに、まあ、GLS って、まあ、結構 PEF の中でその収縮障害があるかどうかっていうのを見る指標として有効なんですけど、まあ、レフについても見られたものでも、レフの中でもやはり GLS、これ3部位に分けて見られたものなんですけれども、レフの中でもやはり GLS が悪い方が、もちろん、予後は悪くって、でかつ、その GLS の低下は、その全脂肪における独立した予測因子というふうな報告も、2015年のジャックイメージから出ています。で今度、急性心不全に関して、EF と GLS どっちが予後反映するかっていうのを見られた論文で、これ、レフ、ミッドレンジ、ペフ分けて3群全てで比較されてますけど、その EF の中で見ても、やはり GLS が悪い方が死亡率の上昇には関連しているというふうな、結果で、まあ、GLS の方が EF と比べると優れた予測因子というふうなことが、これまでの報告でもやはりされています。じゃあ EF 見なくても GLS だけ見れば、た方がいいっていうことになります？予後予測に関しては。そう、まあ予後予測っていうところに関してはそうなりますけど、まあただ一概 に臨床、なんていうんですかね、日常診療に関して、それを全てできるかっていうと、難しいところと、やはり EF の方が簡便っていうところはあるので。そうだね。まあ、だから見られた人だけってことになるわけですけどね。そうです。結局そういうことになるんですよね。だから興味深いのは、これを、このグラフを見るとですね、レフもミッドレンジもペフの患者さんも全部同じぐらいのイベントレートじゃないですか。そうなんです。ね、GLS も全部同じ感じに開いてるし、これを見ると、やっぱり圧倒的に EF じゃなくて GLS だけ見た方が良さそうだっていうことになりそうですよね。そうですね。まあ、今後、まあ今結構まあ、世の中では結構使われてきている指標ではあるので、はい、まあ、ここを一般的に使えるようになっていくのが今後としては課題になってくるかなと思います。わかりました。はい。まあ、ここまでいろんなその GLS と予後っていうところに関していっぱい見られてきてはいるんですけど、ただまあ GLS といわゆる日常的ないろんな患者背景だったりとかの関連性だったり、慢性心不全に関してのその予後っていうところに関してまだ前向きには十分に研究がなされてないんじゃないかということで、今回 JAMA から出された、論文になります。目的としては大きく3つ分かれになってますけれども、まあ、慢性心不全症例における GLS といわゆる臨床的な、まあ、要因との関連に関して調べること、あとは、GLS と、まあ、これまですでに確立されている収縮の拡張能の指標だったり、あと NT プロ BNP との相互関係について調べること。で3つ目は、これまでもされているように GLS と心血管腫、全脂肪との関連について評価すること。この3つを大きく目的として今回の研究がされています。で方法としては、ちょっと読み方わかんなかったんですけど、まあ、ドイツのマインツメディカルセンター、マインツにあるメディカルセンターの心不全の前向きコホート研究のデータを用いて使われていて、2013年1月から2018年4月の間に、登録された症例になります。でその心不全コホート研究に登録されたうち、
シエコーの検査中に AF、サイナスだった症例だけをピックアップされて、かつ、今までもお話しましたけど、GLS の解析が可能な症例のみなので、まあ、うまく絵が取れてなかったりだとか、そういううまくいってない症例は除外されて、でかつ、まあ、心不全症例、ステージ A から D のみで、まあ、心不全が、まあ、全くない症例は、まあ、除外されて、最終的に2186例が登録されています。で、まあ、平均年齢65歳で、男性が 65% というふうな割合になっています。で、GLS といわゆる、まあ、患者背景に関する関連なんですけど、ちょっと言ったように GLS マイナス表記になるので、GLS が低くなるほど、おそらくこの論文では GLS が改善している、まあ、いい方向。で、GLS が高いとマイナスなの、まあ、なんていうんですか、絶対値は低くなるので、GLS が悪化しているっていう、こっち側が GLS、まあ、結果が良くて、おそらくこの右側が悪いというふうな結果なんですけれども、ちょっと年齢に関しては私もどうしてかなっていうところあったんですけど、女性の方が JLS がいいというふうな結果で、あとは、まあ、JLS の悪くなる要因としては肥満、AF、まあ検査中はサイナスだけど、背景に AF がある人だったりとか、あとは冠動脈疾患、心筋梗塞の寄与がある人、EGFR がこっちはいい方なので、低下していると悪くなるというところでした。が要因として考えられています。で、2型糖尿病に関しては有意差ないんですけども、A1C で見てみると、やはり A1C が悪い方が GLS が悪いというふうな結果は出ていました。NT プロ BNP との関連に関しては、年齢性別調整後、あるいは他の因子も加えて調整した後でも、GLS が悪いほど、NT プロ BNP は高値というところで、この GLS と NT プロ BNP には関連があるというふうな結果になりました。エコーパラメーターに関しては、今回拡張能の EVI プライム、あとは EF だったり、LV マスインデックス、あとは、ウォールシックネスっていうところ、ここが、比較されてますけれども、単変量解析ではこの4つ全部関連してたんですけれども、単変量解析までかけると、GLS に関連するものとしては EF だけが残るというふうな結果になっていて、まあ、その JLS との関連に関しては、今回はその EF が関連しているというふうな結果に なりました。予後に関しては、平均観察期間 3.2 年のうち、まあ、死亡が123例、そのうち心血管死は52例でしたけれども、やはり、JLS の値で4群に分けてますけれども、JLS が悪い方が、いわゆる絶対値が低い方が、予後が心血管死、全死亡ともに悪いというふうな結果になっていました。で、まあ、それを表にしたものですけど、さまざまないろんなもので調整されてますけれども、JLS が GSD 変化するごとに、全死亡は2倍、カーディアックデス、心血管死に関しては3倍、リスクが上がるというふうな結果になっていて、まあ、そこにさまざまなエコーのパラメータを加えても、やはり有意差を持って JLS が悪くなると、イベントリスクは上がるというふうな結果でした。一方で、普通のエコーパラメータに関しても EFE バイプライムに関しても見られてるんですけれども、この2つに関しては特に死亡率にへの関連は見られなかったというふうな結果でした。ディスカッションです。症候性から無症候性まで幅広い慢性心不全に対して今回 GLS での評価が行われた前向き研究になります。大きく4つの結果が得られていて、まあ、GLS に関連するいろんな患者背景としては、まあ、女性だといいっていうふうな結果だったので、男性の方がより悪くて、肥満だったり A1C が高いこと、あるいは AF、冠動脈疾患、心筋梗塞の寄与っていうところが、GLS 悪化の、関連因子というふうな結果でした。で、それぞれの中で、その中でもですね、性別と糖尿病に関してはいろいろ考えられていたんですけれども、性別に関してはこれまでもですね、体表面積が大きい方が、JLS 悪くするとかっていうところもあって、男性の方が女性よりも悪いっていうのは、いろんな、まあ、本とか読む中で書いてあるんですけれども、それ以外にもストロゲンの関与もあるんじゃないかというところが今回の論文では書かれてましたけど、そのメカニズムについてはまだ分かってないところなので、今後調べていく必要があるというふうに言われていました。で、糖尿病に関しても、グルコース代謝が心筋に影響している可能性が考えられていました。で、他には JLS は、まあ、NT プロ BNP で反映される心不全の重症度と関連しているというところ。で、心エコー指標に関しては、まあ、LVEF のみが JLS との最も強い関連を認めるというふうな結果でした。とは予後に関してはこれまでと同等に、まあ、JLS は、まあ、心血管死全死亡の関連因子というふうな結果でしたけれども、
JLS と心臓指導の関連に対する、そこに影響する NT プロ BNP の影響に関してはまだ調査できてないところがあるので、そこは今後の課題というふうに考えられています。結論です。慢性心不全症例において GLS は臨床症状や心臓の状態に関連して、また、神経ホルモンの活性化も反映して心血管死に関連しているということが今回の研究で示唆されました。 GLS は心不全症例のリスク層別化を改善する有用な手段になり得るというふうに考えられています。以上です。はい、ありがとうございました。今日は、慢性心不全患者さんを広く、これ前向き登録なんですか？前向きに登録して、その方の、ロンジチューディナルグローバルロンジチューディナルストレインっていうのが、臨床転機と関係がありそうだということですね。で、GLS の値っていうのが、ベースラインの NT プロ BNP と、それから EF と関連があったということですかね。そうですね。うん、あとは、いろいろなところが関与してますっていう。はい、ありがとうございました。これを見ると男性肥満 A1C 心房細動冠動脈疾患心筋梗塞っていうようなことですけど、そうするとやっぱりこの何て言うかな、動脈硬化の冠動脈病変の患者さんっていうのにすごく左右されるっていうか影響を受ける指標だなという印象があるんですけど、なんかあんまりこの拡張型心筋症だとか、普通の一般的な心筋症の病態を本当に表せるのかなっていうのは、なんていうか疑問なんですけど、そこら辺はどうですか？難しい。確かに DCM、 そうですね、そこは今回入ってなかったっていうか結果に入ってなかったのと、いわゆる一般的な患者背景だったので、その DCM とかが含まれてるかどうかっていう、その、含まれてはいると思うんですけど、そこに関して細かく見られてるかどうかっていうところは確かにわからないところはあるんですけど、新規の EF との関連はあるので、やはり DCM とかで EF が落ちてたりすると GLS にも影響してくるとは思います。なんていうか、その虚血のエチオロジーがあって、どこかのそのアシナジーがある、非常に動いてないエリアがあるってなると、非常にその GLS は落ちるというか、値が高くなっちゃう感じはしますけど、ただヘフペフにも使える指標なわけですよね。全体的に明らかなアシナジーがなくても動きが悪くなっている。そうですね。だから、ここの新 MI とかでそのアシナジーが出ちゃってると、いわゆるペフには入ってこないかなっていうところがあるので、そこと、ヘフペフとはまた少し別なのかもしれないですけど、っていうところは。そうすると、明らかなやっぱりアシナジーがある人の GLS っていうのと、その明らかにはもうない全体的に落ちてる人の GLS っていうのは、何かこう見てるものというか値の意味合いが全然違ってきちゃうんじゃないかなっていう感じがしますよね。でそういう、虚血の、大きな虚血の人で GLS の値が悪いっていうことであれば、カプラマイヤー見せてもらっていいですか？このよく悪い人たちっていうのは虚血の人なんじゃないかなって思っちゃうんだけど。ああ、ここですね。確かに。私もあんまりその虚血とその非虚血での GLS とかを比較したことがなかったので、ちょっとそこがどうなのかっていうのをお答えするのが難しいんですけど。興味深いですよね。それから、この GLS の値っていうのは、可変ですか？変わりますか？その状態によってってことですか？状態とそれから治療によって変わりますか？変わると思います。そこは変わってくると思います。なるほど。そうとなると BNP、 NT プロ BNP が低下したりすると GLS の値も良くなったりしますか？そうですね、今回それはその NT プロ BNP と GLS の関連は言われているので、そこは関与してくるんじゃないかなと思います。なるほど、ね。ただ、今回メディケーションは一応見られてるんですけどメディケーションとの関連はなかったんですよね。ただ、NT プロ BNP とは関連しているので、もちろんその心不全の状態が良くなれば GLS が良くなるっていうところはあると思います。なるほど。これ新規導入とか新規診断っていう患者さんばっかり集めたわけではないと思うので、そうですね、そこら辺の関与は少し難しいところはあると思いますが、さて他の方どうですか？白谷先生どうぞ。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。面白かったです。質問なんですが、今までも LVF よりも GLS の方がその迷うの指標として良かったとか、そういう研究があったのかなっていう認識だったんですけど、今回初めて分かったことについてちょっともう一回お伺いしていいですか？これそれ難しいですよね。もう今までその予後っていうところはわりかしもうずっと言われているところで、
プラスとしてはいろんなその患者背景がどうかとか、そういうところをしっかり見たっていう報告にはなると思います。予後に加えて、あとはその他の新機能の拡張能とかの指標とどうかとか、まあ、EF との その関連があるかどうかっていうところが、まあ、今までにプラスアルファで見られたところにはなると思います。今までは予後としての指標の評価されていたけど、その GLS 自体が何と他の何の因子と関連したかっていう研究はされてなかったということですか？まあ、いろいろそのされているところはあって、例えば年齢性別はやっぱ関与するだとか、心肥大がどうかとかっていうところはいろんな報告があるんですけど、ただやっぱりなんていうんですか、ね、一致してないというか、遠い、まだ明確に なりきれてないところがあるのは現状かなと思います。あともう一個あるんですが、女性の方が GLS が良かったっていうことで良かったんですか？あ、そうですそうです、ごめんなさい、分かりにくくなった。あ、いえ大丈夫です、ありがとうございます。女性の方が体が小さいので、その EF が相対的に上がるとかそういうのはよく分かるんですけど、女性の方が GLS がいい理由っていうのは何だかって分かりますか？体表面積が影響してるっていうのは今までも言われてたりして、だからそこがもともと影響されてるんじゃないかっていうのは、まあ、今まで その一般的な本とかでも言われてはいるんですけど、だ今回なんかそのもしかしたらいろんな動物とかの実験も踏まえると、うん、ホルモンとかももしかしたら影響してるんじゃないかなっていうのはちょっと言われています、うん、まあそれがもちろん GLS だけじゃなくって、まあ、心筋の肥大だったりとかいろいろそういうところに、まあ、まあ関与してたり、まあ、それ以外にも今までも虚血とかにやっぱり性別多少関与したりっていうところはあると思うので、そういうところも含めてるのかもしれないですけど、はい、わかりました、ありがとうございます。体表面積と GLS の関係っていうのは全然メカニズムというか 理由が分かんないんだけど、私もちょっと細かいところあれなんですけど、やはり体表面積では何ですかね、式に入ってきちゃってるのかな、式っていう、そう、この GLS 自体はあまり式っていうのはそうだよね、ただ動きだもんね。さて、西新井のソノグラファー室橋先生、コメントいただけます？ありがとうございました。ありがとうございます。面白かったです。これって、今の性別の部分で言うと男女でカットオフのラインが今後変わってくるっていうようなこともあるんでしょうか？確かにそれはあってもいいかなと思うんですよね。LV マスとかもやはり男女で一応正常値違ったりとか、 EF も一般的に多分日常診療ではそんな分けてないですけど、アメリカのガイドラインだったら EF も男女多少正常値違ったりするところがあるので、うん、まあ、カットオフ値っていうところに関しても今後男女変わってくるっていうところあるかなと思います、うんうんうん、ただ今 GLS のそのカットオフ値が明確に、まあ、一般的に大体20とは言われてますけど、マイナス20ってこと？マイナス20ですね、うん、って言われてますけど、それに関してもそのいろんな本でやっぱりカットオフ値をなんていうんですかね、ここって決めきれてないっていうところはまだあるので、まあ、今後やっぱ進めて研究進めていく中でそこら辺は男女で分かれてくるところはあるかなと思います。ありがとうございました。すごくこれなんか GLS でグラフが分かれてるんで、その辺もっと突っ込んで研究進むのかなと思って面白く聞いてました。ありがとうございました。山本先生、ファスト先駆との関連性について何かコメントいただけます？ありがとうございます。ファスト先駆との関連についてちょっとコメント難しいんですけど、質問がちょっと2つあって、変な話ファスト先駆っていうのはMRI でストレインが見られる検査っていうことを理解でよかったですよね。はい。で今はそのファスト先駆よりもやっぱフューチャートラッキング、うん、MRI の画像を使ったフューチャートラッキングが使用されているので、フューチャートラッキング、まあ、どちらかというと、はい、その MRI のスペクルトラッキングと近いような方法でやってると思うんですよね。あはは。はい、でちょっと今回の論文で2つ質問があって、この GLS の低下っていうか、まあ悪くなってるっていうのは、将来の EF が悪くなることを例えば予測してるのか、それともそれをすっ飛ばして EF が保たれたまま心不全とかそういったイベントを発症するのを予測してるのかっていうのをちょっと聞きたいんですけど。なるほど。確かに、まあいい人の中にも GLS が悪い人がいて、悪い人の中にも様々なので、確かにそういうのあって、ただ、うん、今まで結構言われているのはそのペフの中で GLS が悪い人は今後悪くなる可能性っていうのが示唆、うん、まあなんていうんですかね、予測されるというか、うん、でそこで今結構使われているのはオンコカーディオロジーとかはやっぱり、ね、そうだったよね、そうですね、うん、あるので、今後悪くなるっていうところもやはり予測してるとは思います。
だから答えとしては、そういう場合もあるけど、必ずしも EF とパラレルではないっていうことどうかなっていうところはあるかと思うんですけど。はい、もう一つは。もう一つが、この一番予後が悪い人っていうのは、さっき、柔道先生が言った通り、虚血が絡んでる人がいるじゃないかってお話してると思うんですけど、うん、これってなんか負荷をかけたら、よりそういった人たちが送別ができるんじゃないかなと思うんですけど、負荷 GLS。負荷、ドブ負荷のそのスペックルトラッキングみたいなのって、報告あ、動きながら、そう、なんかそうです、そういうことですね。あ、いや、まあ、ドブ負荷とかでもいいと思うんですけど。確かに、それはすごく新しいのかはちょっとわかんないですけど、私は思います。GLS っていう発表あるんですか、報告。いや、あんまり見たことないですけど、ちょっと調べたら出てくるのかもしれないですけど、結構、うん、なるほどと思う。なるほど。山本先生、ありがとうございました。篠谷先生、はい、あ、山本先生に聞いてもいいですか。おっと、はい。MRI とかだったらそういうのってあったりするの、うん、まあ、MRI で負荷って難しいと思うんですけど、そうだね。そういう画像のなんかで、まあ、もしかしたらアデノシン負荷をやってるところだったらやってるかもしれないなって思うのと、あと今個人的に、あのペット、アンモニアペットで負荷かけてるんですけど、うん、そのペット画像にフューチャートラッキングを応用して、ストレインを取るっていうのもやってて、まあ、それって安静と負荷と両方取れてるので、なんかそれちょっと面白い結果が出たらいいなと思って今やってるんですけど、それでちょっと聞いてみたと、それと、はい、まあでもエコーと関連するとそれはそれで面白いのかな。そうですね、はい、ね、はい、白谷先生どうぞ。あ、すいません、もうなんか興味というか、あ、そういう感じになっちゃうんですけど、うん、この GLS の評価って AF の人ってちゃんとできるんですか。ああ、うん、何の人。 AF、 AF、 あ、そうですね、今回除外されてるんですけど。あ、なるほど、そうなんです。そうですね、今回は一応その検査中 AF は除外されてます。ファイナスに限定しているので、どうなの、確かにどうかな、ちょっと自分たちがやる中であまり考えてやってなかったところあるけど。確かに AF ね、ファシンクの方が AF には向いてるってことあるんですか。何の方、あの MRI のストレイン評価の方が AF には向いてるってことありますか。どうですか、山本先生どうですか、ね、エコー versus MRI でどうですかね、うん、それだけ比較した研究はないと思うんですけど、うん、その画像の EF を測るっていう点で言うと、その一番いい一心拍だけ取るのと、その平均を取るのでも全然 EF だけで見ても変わってきちゃうので、そうだね、なかなかちょっとそれ難しい気がしますね。はい、そうですね、確かに普段の EF だけでもやっぱ AF ってちょっとレートによって変わってくるところあるので、はい、難しいところあるかもしれないです。今回これあの心臓疾患の原因別の解析は特にされてないんですよね。あそこは、うん、見られてなかったので、うん、そこも見ていくと面白いのかもしれない。そうだね、虚血に虚血はちょっと分けてほしい な。これも感想なんですけど、昔順天堂の鍵山先生が、うん、なんか AI をやった時に、うん、あの大動脈弁狭窄症でもう先に EF が悪くなる人と粘膜症が進んでから EF が悪くない人がいますみたいな話があったと思うんですけど、そういうの GLS で分けたらなんか区別、そうですね、粘膜症は結構言われてます。あの特に ACE とかも結構その GLS とかは粘膜症ごとに見られてたりする報告は過去にあると思う、ありますね。先に EF が悪くなる人とそうじゃない人を送別化するのにこういうのすごいにはあのいいというふうに言われてます。いいかもしれない、ね、特に ACE とかはやっぱ肥大してくる症例だったりするので、そういうのは特に見られてるかと思います。わかりました、ありがとうございます。ちなみに心房のストレインっていうのはどうですか、吉田先生。心房のストレインはやはり今後大事必要になってくるところだなっていうふうに思ってますし、うん、心房のストレイン取れる、そこですね、同じことを昨日ぐらいに厚先生がちょうど言ってきた、うん、岩波先生、サボのストレインが出たら今後 AF になりやすい人っていうのが予測できると思います。できるかもしれないですね。そうね、うん、はい。なんで例えば通常の、まあ、その DCM とかいろんな疾患が絡んでるとあれかもしれないですけど、普通の心臓の人で見てみて何年か先に F になるかとか、まあ、あるいはパフの人とか見てみるとちょっと面白いのかなと思います。はい、わかりました、そろそろお時間ですので、明日から夏休みの柴橋先生お願いします。ありがとうございました。EF に結局相関してるっていうことが最後分かってたと思うんですけど、うん、
これ聞きたいのはですね、これ四分位で分けてる悪い人たちって結局 EF 悪かったんじゃないですか、これ。そうですね、それはあります。その今回ですね、その GLS のその分けた中で優位差があるかないか、その背景の優位差ありなしっていうのがちょっと記載なかくって、そこは気になったとこなんですけど、確かに言うように GLS が悪い人の方が EF の平均値は悪いです。悪いんですけど、うん、ただそのただ EF 自体は今までこう結構予後に関連しないっていうふうに言われてたり報告があるので、うんうんうん、そこがその関連しているかどうかっていうところはちょっとどうわからないかなって、今回の研究ではそこまで突っ込めてないかなっていうところはあります。あの前提みんなが話したペフの人たちで GLS が予後を見てるっていうにはみんなが EF が良くなきゃいけないと思うんですけど、これあベースラインないんですか、 EF の四分位での。あ、ちょっと私が出してなかったけど一応あるんですけど、今回ちょっと載せきれてなかったんで。これよ、あの四分位に一番悪い人たちってまだペフなんですか、本当に。いや、レフです、レフです、レフだと、うん、ともちろん GLS が悪くなるほど平均値は悪くなってますし、これはペフだけじゃなくっていろんな EF が入ってるので。そうですよね。そうです、そうです。だ全部の慢性心不全持ってきて GLS がいい人はいいし悪い人は悪いって、だから EF がいい人はいいし EF が悪い人は悪いみたいな、なんか似てることだけどってことですよね。なんかなんて言うんだろう。そうそうそういうことです、そういうことです。だから PEF の話じゃないですよね、今回別に、ね、今回 PEF だけじゃないです。そうですよ、ね、PEF も入ってますっていうのが一個気になったのと、もう一個は全然今回とはちょっと違うんですけど、よくストレインの論文見てると GLS とあとサーカムフレンシャルの GCS が出てくるんですけど、うん、どういうふうに使い分けてるんですか。なるほど。サーカム、いわゆる EF に今までの報告とかだとか、教科書っていうか、まあ、いろんな、まあ、エコーの本とか見ると、EF によく関与するのはサーカムフレンシャルの方なんじゃないかっていうのは言われてたりはします。ただ、ごめん、どうぞ。あとは、何ですかね、ディスシンクロに見たりとか、そういうところを分けてたりとかしますけど、いわゆるその、用語見たりとかっていうところは、まあ、なんでかって難しいとこなんですけど、結構 JLS の方が一般的には使われてます。なるほど。もう一個でごめんなさい。ちょっと長くなっちゃったんですけど。四分位まで取ってて、今回カットオフは出なかったんですか、結局 JLS の一番の問題点って、一般的なカットオフがないことですよね。今回はカットオフは出てないです。いや、わからん。なんかなんとなく、4つに分けて。いい人悪い人しかやっぱりわかんないですね、JLS。そう。で、まあ、ファースト、この、なんていうんですかね、この予後に関して言うと、いわゆる20が1個以上ってところになってるので、ここ、一番上のところが20、なんていうんですかね。一応、イーブンは。そうそう、そうなってるので、まあ、ここは一般的なカットオフとしては、世の中一般的には言われてますけど、今回に関してどこをカットオフにするかっていうのは書かれてなかったですし、まあ、確かに論文ごとにカットオフが違うのは確かです。ありました。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。今日はですね、まあ、慢性心不全の患者さんの GLS の話でしたけど、まあ、ちょっともうブームは去ったかなっていう感じもあった GLS ですけども、まあ、今日の話なんかで、虚血、非虚血、ヘフレフ、ヘフペフ、AF、それから運動負荷、MRI との対比、それから GLS と GCS っていうようなこととかもですね、あとはまあ、リカバリーですよね、そのデルタでどう変わってくるかとかっていうのも非常に興味深いですし、まだまだ掘れるところはあるのかなというような印象を受けました。ということで、今日もコロナに気をつけていってらっしゃい。